人の声だ。また現れたというのか。そいつらは僕を救い出してくれるのだろうか。この理不尽な世界から。ここよ。人はいないようだけど、菓子パンが売ってるわ。それと飲み物も。無人販売か？一つ120円だって。 GP じゃ支払えないのかな。あたしがおごってあげるわよ。みんな好きなの手に取りなさい。やったね。これと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 これ。そんなに食えねえだろ。だって懐かしいのばっかりあるんだもん。牛乳パンとかあるで。懐かしすぎて涙出てくるわ。やっぱりイチゴスペシャルじゃない。ウグイスパンにします。マロン&マロン&マロンで行くわ。そこまで行ったらもはやただの栗だろ。ミニスナックゴールドにしよっと。ホワイトデニッシュ、こいつうめえんだよな。イギリストーストにするわ。それ、砂糖のジャキジャキ感がたまらないの。ひさこさんも選んだら？ルカと一緒のにする。どれ食うんだ？私はね、帽子パン。ひさちゃんの分も、はい。へえ、本当に帽子みたいに可愛いな。ビスケット生地とカステラ生地が味わえるんだよ。最高じゃん。さすがルカのセレクトだな。甘いし食感も楽しくて最高だ。そいつはよかった。マロン&マロン&マロン、もはや栗だわ。だから言ったろ。朝倉さん、それ大きいから片手では行儀が悪いわよ。これでもミニじゃ。格を統一するためにスナックゴールドのサイズのままミニスナックゴールドになっただけ。そっち8人目が現れてねえか。どういうチームなんだ。愉快なチームさ。土地狂ったチームに見られてるからな。そろそろ夜だが、これからどうすんだよ。キッチンには帰らないの？このまま校舎で寝るよ。そりゃ夜の校舎なんてドキドキすんじゃん。いけないけどしていい気分。いや、いつキャンサーが襲ってくるかもしれねえから、そういう意味のドキドキだからな。校舎に泊まるのか。ほんと寝食を忘れて夢中になってたあの頃のようでいいじゃねえか。ルカ、音楽について眠くなるまで語り合おうぜ。ああ、受けて立つぜ。よっしゃ。寮があるけど、私たちも付き合ってあげましょう。そうするべきね。硬い床で寝るのかよ。野営で慣れてはいるけどさ。せやったら保健室から寝具の類持ってこうへんか。ナイスアイデア。夜は交代で見張りを立てる必要があるから、食料も持ち込んでおいた方がいい。了解。買い込んでくるわ。私も行くわ。二人じゃ危険よ。誰かついて行ってあげたら。私とユッキーが行くよ。ひさちゃん、楽器の片付け任せていいかな。なんだよ、私を残してどっか行っちゃうのかよ。帰ってくるから大丈夫大丈夫。絶対だぞ、約束だぞ。うんうん、約束。意図的に離れたの？ああ、ユリッペも知らないのか聞きたくて。ひさちゃんのあれからの話。
私が知っているのはこの死後の世界に来てからよ。それでもいいよ、聞きたい。ちょうど私たちが死んだ世界先生を名乗り動き始めたすぐの話よ。何？死んだ世界戦線って。最初にあなたにも挨拶したでしょ。ようこそ死んだ世界戦線へって。ようこそ死んだ世界戦線へ。かすかに覚えがあるな。死後の世界で神に復讐するから戦線だったの？わあ、なかなか痛いね。セラフなんてものをセラフィムコードで呼び出して戦ってる奴らには言われたくない。そりゃそうだね。痛さではどっこいどっこいだ。司令官、痛いよ。怒られるからな。私たちは大勢いる生徒や教師を誘導する必要があったの。こっちは少数だったから。そこで目をつけたのが彼女たち。ゲリラライブをして校内で人気を博していたの。へえ、やってること完全に私らのオマージュじゃん。だから向こうが先だろ。こんな遠い天丼あるかよってぐらいの遠さで私もよく拾えたな。自分にビビるわ。でもその時はまだ二人だったわ。久子さんと岩沢さん。それが後のガールズデッドモンスターになるの。みゆきちがドラム担当だったよな。その岩沢ってのは？ギター&ボーカル。しかもカリスマ性の塊のような存在だったわ。私かよ！お前喋るとカリスマ性ゼロだからな。ルクチャーシュー！ほんと、あなたとは正反対だった。寡黙だし、いつでも落ち着き払ってた。そして歌声には魂が宿っているみたいだった。エネルギーの塊みたいだった。彼女は歌うことが生きることそのものみたいだった。うわー、なんちゃってで新人賞を総なめしちゃった私とは大違いだ。まったくそうだなとしか言いようがないな。まったくそうだな。ゲリラライブをするとすぐ教師が止めに入ってきてたの。すぐ逃げないと楽器も没収されかねない。生徒会としても見逃せなかったわ。あの時は敵だったものね。でもそれは二人だけでは大変だったの。だから私たちがサポートする代わりに、私たちがやってほしいタイミングでライブしてくれるよう共闘し始めたってわけ。リズム隊はいなかったのか？ベースとドラム？その二名が加入するのはもっと後のことね。しばらくは NPC のドラマーがいて、ビューティフル・ザ・ブラッドというバンド名で活動してたわ。ベースレスか。インディーズとかでよくいたな。3年生の NPC は卒業式の日に消えてしまうから、それでドラマーの子もいなくなったの。それから入江さんと関根さんが加入してガールズ・デッド・モンスターとなったのよ。へえ、勉強になるわ。音楽のことなんてさっぱりわからないけど。入江ってのは前回いたやつで、あん時に消えちまったよな。ええ、無事に次の生へと向かったはずよ。残りのメンバーは？関根さんは久子さんと同時にいなくなったと思っていたからわからないわ。ただ岩沢さんは明確にわかる。やりたいことをやりきってこの世界から消えたの。つまりポジティブに次の生へ向かったと。ええ、目撃者も多数よ。実は私も消えるところを見たの。マイソング、いい歌だったわ。音楽なんてさっぱりわからないと言い切るこの子まで虜にする弾き語りを最後にしてみせたの。それはスピーカー越しに全生徒に届いたのよ、思いとともに。そのスピーカーをオンにしたのもおそらく彼女よ。え？それは初耳よ。教師の手を振り払って機材室に駆け込んでいくのを見たの。つまりその手伝いを久子さんはしていたのね。それって本人は不本意なんじゃねえのか？そうね、
それで消えるなんて思いもしなかったでしょうからね。でもやりたい歌を歌い切って消えるなんてさ、かっけえ去り際だな。私もそうしよう。弾き語りしながら消えよう。やめろよ。弾き語り始めたらこっちがドキドキすんだろ。あら、あなたたちそういう関係なの？ちっけーよ。こっちは毎日戦場で命の奪い合いしてんだよ。いつ誰がいなくなるかわからない恐ろしい世界で戦ってんだよ。そういう戦友って意味で聞いたんだけど。あやとちりさせんだよ。あなたが勝手にしたんじゃない？そうだよ、みんな戦友だよ。そういう意味だとしたら、あいつにとっては岩沢ってのが一番の戦友だったんじゃねえのか？もちろんそうよ。そんな戦友を失ってどうやって立ち直ったんだ？ちょうど後釜となるボーカリストが見つかったのよ。とんだおてんば娘だったけどね。今そいつは？その子も一足先にこの世界から卒業していたわ。ちゃんと前を向いてね。結局誰もあいつの心のケアはできてねえんじゃねえのか？そうね。ユイがボーカルになってからは問題だらけで、何かを考える余裕もなさそうだったし。その間にヒサちゃんと話もしてないの？ヒサ子さんはそれなりに大人だと思っちゃってたから。あれでも思春期の女学生よ。あなたが言うと説得力ゼロだけど、確かにそうね。あの時話が聞けたのは誰だったかしら。翌日本部を飛び出していった奴がいたような。そんなことをすると言ったら譲るぐらいじゃない？そうだ、おとなしくんだ。え、男かよ。そりゃ先生には男のメンバーだっていたわよ。今はもういないけど。なんだよ、結局手がかりなんもなしじゃねえか。だったら私の出番だ、任せな。心のデリケートなところに入っていくのは私が一番得意とするところだ。相変わらず己の過信がすげえな。そうね、またあなたの力を借りるために呼ばれたはずよ。でも手伝えることがあったら言って。あ、思いっきり寝てるじゃねえか。受けて立つんじゃなかったのかよ。あれだけ遊びまくれば当然。くそ、いいんだ、明日たっぷり話すんだ。めっちゃいじけてるじゃねえかよ。罪作りなやつだな。なぜか懐かしい気がする。こんな世界でどうしてだ。